はい、大丈夫でしょうかそれで前回シミュレーションしました。シミュレーションしてすごいもう小さくて見えなくても大丈夫ですよ。もう前回やったからね今日はもうプログラミングがしません。それで全可式だからねもう初期値決めて最初のもう初期時点の人口1。ね、1, 1万人、1億人も何年目いいけど1億人。それで Z、えっと、G はね、G はもうゼロ、えー、テクノロジーは発達しない。 人口は1%ずつ毎年増えていくというふうな感じでパラメータを決めて80年分シミュレーションしたんですよ。その結果はこちら。この小文字の K が1人当たりのキャピタル、機械設備の量。小文字の Y が3出 p e r c a p i t a 1人当たりの算出量。そして小文字の C が1人当たりのコンサムション、生活水準、スタンダード・ブ・リビングを表す1人当たりの消費量ですね。で、 これ見てもらうと、最初はガガガガって増えてません、全部ね。最初は全部ガガガって増えてる。一人当たりの産出量、消費量全部増えてるから、最初の20年、30年ぐらいは、どんどん豊かになっていってますよね。だけども、40年経って、もうその後は、なんかもう全部収束しちゃってますよね。一人当たりの消費はもうあるところから全然増えてないと。これが、えっと、ソローさんのモデルの結果と。 ということになりますシミュレーションの結果をまとめますとまずパラメータの値を確認しますと人口増加率が 1%70 年で2倍になるスピードテクノロジーはとりあえず発展しないという単純なシミュレーションを考えましたつまり Z の値は初期値1のまま。Z は1のままですね。それで、α はいつも通り3分の1で、ディプリシエーションレーター0.1だったかな。毎年毎年、その機械設備のうちの10%は、 古くなってなくななっっててしまいまいで、セービングレートは0.1とかね、毎年毎年みんなこう作って入ってきた収入のうち90%は楽しんで食べちゃって、残りの10%は将来のために貯蓄投資するという設定でシミュレーションしました。そのシミュレーションの結果ですね、これをちょっとまとめておきましょう。シミュレーション、リザルトサマリー。 これがですね、先ほども言いましたように、機械設備、インフラの、キャピタル、産出量、そして、コンサンプション。全部、1人当たりですね、パーキャピタ。小文字で表しました、KT、YT、そして CT。 これがですね、最初は劇的に増えるんですよ。だけど、あのシミュレーションだと40年ぐらい経っちゃうと、もう途中でもう収束し始めちゃって、they converge. でもうそこから増えないと。いいですかね。そういうことをこのシミュレーションで確認しましたで。これが何を意味するかということをちゃんと考えましょう。モデルが示唆することは二つ、2点です。まず、初期においてはガガガッと成長する。 だから最初のうちは機械が少ない。機械設備が少ない。この時には世の中は素早く一人当たりの産出量、一人当たりの消費量、どん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 ん増えていく。機械設備が少ない時って書ってきましょう。When capital is scarce?OK?、Yes. Okay. 2つ目のインプリケーション。これはもう途中からはもう成長しない、ゼログロース。もうね、あのー、セービングレート作って入ってきた収入のうちのどれくらいを将来の貯蓄投資に回すのかっていうあの S っていう小文字の S ってパラメータありましたよね。シミュレーションではあれ10%っ言ったんですけど。 あの関係ないですよ。もうその最終的にその成長率、世の中が何パーセントでどんどんこう成長していくのかっていうのはもう最後はゼロなんですよね。最初はこう増えていくんですよ。世の中の生活水準ね。だけども途中からはもう収束しちゃうので、その成長率は最終的にはもうゼロになってしまいますから。最終的な成長にはもうあの貯蓄率、どれだけ将来に投資すんのかっていうのはもう関係ない。 それ返ってきましょうか。大事だから、ね、アニュアルセービングレート作って入ってきた収入のうちのどれくらいを貯蓄に回すのか投資に回すのか将来のために役立てるのかというこの S というパラメーターは長期的には長,的長期的な成長ね大事じゃないっていうだけだと何にとって大事じゃないのかちょっと 曖昧になってしまうので、ちゃんと書ってきますが、長期的な成長率には関係ないということを、あのシミュレーション結果は表しております。これはドーマーさんのモデルとは対照的ですね。ドーマーさんの1949年エコノメトリカの論文に載っていたモデルでは、どういうことが言われていたかというと、 ずっと一定率で世の中は成長し続ける。ね。1%の1%、2%の2%で世の中は成長し続ける。2%で成長すれば35年で人々の年収2倍。4%で成長すれば17、8年で人々の年収2倍。ね。ずっとそうやってコンスタントに成長し続ける。で、その成長率。 年率2%なのか4%なのかっていうその成長率を決めるのはどれだけを今食べちゃわないで将来のために投資するかでしたよね。セービングレート S が成長率を決めたんだ。で、ドーマンーさんのモデル信じてね。 そうか投資が大事なんだよしじゃ発展途上国ね今は貧しいけどみんな投資しろよえ全部食べちゃわないで道路作れよ工場作れよ何もう貧しすぎて貯蓄できない分かったじゃあね西側諸国が俺たちが援助するからって言っていろいろインフラ作ってね工場も作ってって、まあ、やってたんですけどねでもこのソローさんのモデルを見た時に経済成長論 マクロ経済の理論家はあれと思ったんですよねなんかこうね今,今,今なんかみんなもうドーマーのモデルでこう投資がじゃあ重要なんだって言ってこう一生懸命こうインフラとかにね投資してるけどドーマーさんのモデルによればね投資関係ないんですよ最終的にはもう収束しちゃってもう成長しないの。ってことはね 100年間、なんか先進国100年間とかこうね、コンスタントにこう成長してきたけど、ソローさんのモデルによれば、100年間もずっと持続的に成長してきたのは、別に機械の量、インフラの量ガン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 増やしてきたからじゃないんですよ。だってソローさんのモデルは最初のうちそういうのが足んないうちはね、あ、言い忘れた大事なことね、これなんでか、この理由なんでソローさんのモデルだと、 最初ガガガってこの機会が少ないうちはガガガっていうふうに素早く成長して人々の一人当たりの算出量や消費量がガガガって増えるのに途中からもう増えなくなっちゃうかっていうとこれは理論的にはこれ3つ点これ三つ点でなぜならばね because 生産がキャピタルに関して diminishing returns to scale 収穫低減だからですよね百100人いる労働者が100人いる パソコンは1台もないってところにパソコン1台導入したらねもう算出量っていうかもういきなりガガって増えますよねそれがさっきのグラフのこの辺でしょ機械や設備が不足しているところに導入するともう1台2台導入しただけでもすごい生産量増えるとだけど100人労働者のところにもう2000台ぐらいパソコンあって1人20台ぐらいパソコン動かしているところにね1台2台導入したからって もう生産量はそんなに増えないっていうこのディミニッシンングリターース,スケールですよねこれのせいでソローさんのモデルだと最初のうちはガガガって成長するんだけどもう途中から成長しなくなって長期的には成長しなくなっちゃうと機械の量を増やしてもね。ってことは100年間持続的に先進国が成長してきたのは別に機械や工場やビルや橋や道路の量をガン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 100年間増やし続けてきたからじゃない。 ここでちょっと注意してほしいのは、この投資の意味がですね、すごい競技であることに気をつけてください。ソロさんのモデルにおいて、投資っていった場合のこのインベストメントはね、すごい競技な意味です。もう機械とか道路とかを作る、買うっていうのがインベストメントであの、ヒューマンキャピタルに対するインベストメントであるエデュケーションですね、教育、あるいは技術、テクノロジーに対するインベストメントである R&D、そういったものは含まれておりません。Okay? もう、競技の機械や工場を増やしていくっていう意味のインベスメントですね。それでは、こう、長期的な成長はしないということをソロさんのモデルは言っているんですね。いや、でもね、最初のうちはすごいスピード、すごいスピードで成長していくわけじゃないですか。でひょっとしたら、あ、これじゃないか、さっきの R のね、 最初の方はこうガーってて成長しいいくわけじゃないですかで。ひょっとしたら発展途上国はまだその収束始める前っていうかまだ収束途中段階なんじゃないのとまだまだこういう設備とかインフラが整ってないからこう貧しいけどそこをちゃんとやってやれば最終的に先進国に追いつくんじゃないのっていうそういう意見もあるけどでもね なんかもう発展途上国っても他の国が産業革命始まってそれでこうね何十年も発展してきているその何十年って間ずっと貧しかったんですよ、一人当たりの商品も,なんかもう生存可能なギリギリのところでもずっと50年とか100年とかこうやってってるそれで50年代、60年代、70年代、8年代ずっとこう先進国が海外援助していろんなものを作れるように援助してきた。 これでもなんか貧しくて、なんか追いつくとかっていうよりなんか置いてかれて逆になんか貧しくなっちゃったりしてる。<laughs> 収束の途中なんじゃないですか発展途上国はその文字通りまだ発展の途中なんじゃないですかって言ってるけど、いや、なんか収束してる、追いついてる途中ですって感じじゃ全然ないんじゃないっていうふうに、このソローさんのモデルを見たときに、マクロ経済学その学者たちはね、思ったんですよね。なんかが その発展途上国が貧しいのは機械とかインフラが単内性じゃないんじゃないのっていうふうに気づかせてくれたのがこのソローさんのモデルだったということなんですね。